倉林昭子君、え、日本共産党の倉林昭子です。え、政府によるケア労働者の公的賃上げの実態について確認したいと思います。医療、介護、福祉分野での賃上げについて、大臣はあの3月22日、フォローアップしていくという答弁いただいております。あれから2ヶ月。 ということで、公的賃上げの状況について、どう把握しているか、見通しも含めてご紹介いただきたい武見厚生労働大臣。うん、あの診療報酬については、これ、6月施行でありますで、5月24日に私自ら医療関係団体のトップを集めて、それから賃上げに関して改めて要請を行いました。 でこの医療機関への配慮として、ベースアップ評価料の届出期限を延長するなど、賃上げの動きをさらに加速化させるために、現在、その取り組みをしております。で今後、具体的な医療機関の賃上げ状況などについては、医療機関がその届出の際に提出する、この賃金改善計画など、この収集・分析を行うこととしております。 なおあの、介護報酬につきましては、まずは4月の処遇改善加算の申請状況について先行して、このサンプル調査を行い、その加算の取得促進が進んでいる傾向にあるというふうに今、認識をしております、で今後、処遇改善加算の取,り組みや取得や賃金等の状況について、しっかりと全国的なフォローアップを行うとともに、加算の取得促進に引き続き全力を挙げていきたいと思います。黒林明子君 あのまあ、医療からですけど、医療はどうかということで言いますとね、物価高を上回る賃上げについて、総理は診療報酬改定で、令和6年度分のベースアップ分として2.5%、そして定期昇給分を含めれば4、4%の賃上げが可能となるようにしたという説明なんですね。これ、実態はどうかと、これからだということで、申し入れもしているというご説明ですけれども。 医療連の回答状況を見ておりますと、ベアでね、1.94%です、現状、さらに全体でどこまでいってるかっていうと、2.8%にとどまってるんですね、実は3割の組合のところでは、昨年実績を下回るという回答すら出てるんです。 あの現状で医療機関からのベースアップ評価量、これ、6月からの実施ということを見込んでの制度設計ですけれども、申請状況はどうなっているのか、つかんでいるところでご紹介を厚生労働省、原保健局長お答えいたします。あの まさにあの届け出を始まった段階なので、今の段階で届け出の集計はしておりませんけれども、まさにあのこの今回、ベースアップ評価料、これがあの賃上げのための重要なあのアイテムになってございます、そうした中で今、受け付けておりますが、実はこうしたあの評価の、評価料の仕組みが初めての対応なものですから、 実はわが厚生労働省の保健局にも問い合わせが多数来てございます、そうした中で、先ほど大臣からもお話しさせていただきましたけれども、この算定,のその算定にかかる届け出の期限を、本来6月3日までであったところをです、ね、6月21日までに延長しておりまして、えー、ぜひ、多くの医療機関に出していただけるように、今、積極的な呼びかけを行っているところでございます。倉林明子君はい あのまだこれからだということですよね、ただ、今年中に賃上げということで掲げている目標だっていうことは抑えておきたいと思うんです、その上でね、出ている回答状況を見てますと、昨年、物価高の可燃度分、これが5%なんですよね、これさえも確保できてないっていう実態っていうのは、極めて深刻だと受け止めております。で連合がですね年春冬の 中間まとめを発表しておりまして、もうすでに75%の回答があった状況でのまとめですが、7割を超える回答、あ7割を超える回答状況を踏まえて、5%を超える賃上げが実現してるんですね。で、全産業平均との格差、大臣よろしいかさらにこれ拡大する事態、私は放置するわけにはいかないというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 竹見厚生労働大臣あの実際にそうした格差が起きないように、抑制するように、あの私どももこの賃上げのための努力を、加算措置などを通じて、最大限、 これれを活用してて行わなければならなけばらいと考えておりますでこの医療、介護の現場での確実な賃上げにつながるようにすることが大事なので、この関係者への働きかけを粘り強く継続をして、そして医療、介護の賃上げの状況等について、今回の改定による措置のフォローアップの仕組みにより、適切にこの状態も把握をしていきたいと思っております倉林昭子君。いや実際にはね このベア評価量だけでは、確実な賃上げにはつながらないっていうのが、今、紹介したようなろい連の回答状況にあると、この実態をしっかり重く受け止めないと、ずるずると賃金格差が広がるという事態が広がりかねないんですよ。今やってる分だけでは、実際に上がってないと、ここを見ないといけないと思うんですよ。でこれはね、総理が自ら国民に対して約束した。 ものなんですよこれ公約違反は許されないといいいいととう立場で臨んでんたただきたいと思いますじゃあその賃上げが進まない現場っていうのは、どういうことになってるかっていうことですよね、いろいろなこの調査、看護師の離職の状況なども調べてるんですけれども、離職は止まらない、そして入職は進まない、充足してないと、看護師の充足率が足りてないと、そういう病院がですね、7割弱、 に達しているんで私ね、深刻だというふうに受け止めましたのは、こういうあの人員不足の中でえ、看護の現場でですね、おむつ交換、入浴回数、これ減らすっていうようなことで、清潔保持っていうのはね、これ、看護の基本原則ですよ。こういうことができないと。 基本原則の交代っていうようなことが現場業で起こってるんです。こうした現場実態っていうのはね、看護師のやりがいまで奪うと、離職をさらに加速させる悪循環を招いてると思うんですよ。こうした実態について大臣認識いかがですか。竹見厚生労働大臣。 あのこうしたその医療提供体制、これ、安定的に運営していくということのために、こうした看護職員の方々が働き続けられる環境整備を図っていくことは、この極めて重要でございますで、その上で賃上げに関しては、先ほど申し上げたとおり、令和6年度診療報酬改定において必要な措置を講じております、で医療機関に対する周知、そしてフォローアップ、これを適切に実施してまいります。 またあの、看護職員の定着の促進、離職防止に向けて、この勤務環境の改善に取り組んでおり、医療勤務環境改善支援センターにおける相談対応やあ休息スペースなどの設備の整備への財政支援も行っているところであります。 でこうしたことを通じて、えーこの、今後とも医療の現場を支えていただいている看護職員の方々が安心して働き続けられる環境の整備に取り組んでまいりたいと思います倉林明子君いや、実態知らんなと思いましたよ、今、答弁聞いててね。看護の現場で充足率が落ちて、病棟は閉めるわ、基本となる清潔の保持の、えー、提供までできなくなってるっていうね。 そういう実態になっているっていうところを見ないでね、いくらこういうことやってますって言ったって、説得力全くないですよ、賃金上がってませんから、そういう状況がさらに離職を加速すると、そういうことでね、一体どういうことになっているかっていうと、その穴埋めをするために活用されているのが、派遣ナすス、これ、かかる費用についても、医療連調査してまして、1病院あたり。 最高額がなんと年間3800万円だっていうんですよ、平均でも1100万円を超えているということで、これ、本来ですね、現場を支える職員の賃上げに回るはずの原資、回せないっていう要因にもなってるんですね。こういう医療、介護、福祉現場での実態も紹介しましたけども、 人材紹介会社に対しては、やっぱり規制を強化するという方向で対策を取るべきだと思います、いかがでしょうか武見厚生労働大臣あの。有料の職業紹介事業を禁止した場合、それから紹介手数料に上限規制を設けた場合。はい こうした丁寧なマッチングを行っている適正な事業者からの人材供給にも一律に影響が及びかえって人材の確保に支障が生じかねないということをあの懸念をいたします。でしたがって このために特に医療、介護、保育などの分野においては、丁寧なマッチングを行う事業者を認定する適正事業者認定制度の取り組み、職種別、地域別の平均手数料額の公表、医療、介護、保育分野の集中的指導監督の実施により、信頼できる適正な事業者を選択、利用できる環境の整備に努めているところであります。でそののの上で今後さらなる取取りり組組みみについては集中的指導監督等の取り組みの実施結果と 有料職業紹介事業に関わる課題等を踏まえて、法令遵守徹底のためのルールと施工の強化、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進といった観点から、昨日の労働政策審議会において対応強化の方向性などを提示したところであります倉林、はい、長くなるばかりで、中身変わってないなと思うんですけれども、あの5月21日に財政審の権議が、 出てるんですけれども、大臣も見てるはずだと思うんですが、そこでの指摘はどうかっていいますとね、介護職員の給与は公費と保険料を財源としており、本来は職員の処遇改善に充てられるものである、その少なくない一部が割高な手数料支払いに回っている現状は、看過できないって書いてあるんですよ。で、実行ある対策の検討と合わせてですね、ハローワークなど公的人材紹介を充実させるべきと。 しているわけですだからね、これまでの対策では全く不十分だと、看過できない事態になっていると、そういう認識は大臣の答弁から本当感じられないと、公金なんですよ、保険料なんですよ、こういう部分が、紹介事業者回ってるっていう現実に踏み込んだ規制がいるっていうことで、一言ありますか。 見厚生労働大臣実際に先ほど申し上げた取り組みに加えて、ですねこのハローワークの機能強化ということにも取り組んでおりますし、この官民の職業紹介機能を強化していくことで、両者でしっかりと対応していくということに努める考え方であります倉林昭子君。現場のね悲鳴の声なんですよ、人が確保できない、医療や介護、福祉が提供できない、そういうところにつけ込んでですね。 そういうい不んな利益を上げるっていうようなことは、あの断固として、毅然としてね、やっぱり規制していくべきだと申し上げておきます。そ,そこで新潟県内の訪問看護事業,者に対事業所に対して、えー、行われました緊急アンケート、この結果が厚生労働省にも届けられていると思いますが、私のところにも届きました。基本報酬のの引きき下げに納得できない6月の実施再 最上位加算要件を満たすことが、これできそうだという事業所は、わずか2割ですで、今回の報酬改定を受けて、4月1日付で廃業届を提出したという事業所もありました、これ、9月から、えー、調査は実施すると、厚労省はおっしゃってるんだけれども、深刻な実態が急速なスピードで進んでます、前倒しで実態をつかむべきだと思います。どうですか 見厚生労働大臣。 あの今般の介護報酬改定の影響などについては、介護事業経営実態調査をはじめ、各種調査等を通じて、利用者や事業者の状況の把握を行うこととしておりまして、具体的にはまず、処遇改善加算の4月の申請状況を5つの自治体の協力のもと、サンプル的に確認もしておりますで、昨年の3月から今年の3月にかけて、また今年の3月から4月にかけて、加算の取得申請が進んでいる傾向にあります。でこれは 協力いただいた自治体の離島や中山間地域などでも、同様の傾向にあることを認識確認しております。引き続き、加算の申請状況について、正確な把握を行ってまいります倉林明子君実態として進んでいる、こういう休廃業っていうような動きがね、ありますから、で要求として出て、要望として強く出されているのが、基本報酬改定のやっぱり見直しなんですよ。 再改定なんですよ。そこは重ねて申し上げておきたい。医療も介護も福祉の現場でも提供際が崩壊が始まってるっていう状況です。こういう医療や介護や福祉の提供、提供体制を整えていくっていうのは、私は本当に政府の責任は大きいと責任放棄許されないと申し上げておきます。 そこで次にですねあの本年度、本年施行の女性支援法について質問します。女性相談支援員活動強化事業、これではです、ね、今年度、処遇改善として、まあ、勤勉手当を新たに加算するということになりまして、えー、年収388万円となるイメージが提示されております。一体 これだけの年収になるような相談員っていうのは、全国で何人いらっしゃるんでしょうか厚生労働省浅川社会援護局長。 お答えいたします。厚生労働省におきましては、女性支援において重要な役割を担っております女性相談支援員について、その役割に見合った適切な処遇が確保されるよう、女性相談支援員活動強化事業に取り組んでいます。同事業におきましては、経験年数や職務に応じた各種加算を設けているほか、今年度予算においては、勤勉手当の新設を行っています。 でご指摘の年収388万円となるケースにつきましては、経験年数が5年の統括女性相談支援員の場合を想定したものでございますけれども、統括相談支援員はあ困難も、困難な問題を抱える女性への支援に関するマネージメントであるとか、スーパーバイズ等の役割を担うもので、各自治体の実情に応じて配置されるものであります。でそのため、えー 国として全国で何人かというのは難しいんですけれども、令和5年度の,あの同事業の実績に基づきますと、5年以上の経験年数を有するものは535名でございます倉林昭子君。統括が何人かということぐらい分かりませんかね、あの全国で1600人、そのうち9割が会計年度任用職員というのが女性相談支援員。 のの皆さんん処遇なんですよねパートタイマーは7割を超えます、月額報酬で見ますと、19万円未満と、これ、8割超えるんですよ、全国婦人相談員協議会の調査によりますと94、94%の相談員に手当が届いておりません、で正規職員への転換、雇い止めのない、 専門職として安定的な雇用,転換雇用形態に転換することなしにです、ね、この支援事業、行きませんから、生かしてもらえませんから、抜本的な処遇の見直し、必要だと指摘します、でこれまで、えー、女性支援は多くの民間団体が担ってきて、それが位置づけられたというのは今度の法改正の肝だと思います。でにもかかわらずです、ね、今年度の予算措置は、極めて限定的なものにとどまっていると。 言わざるを得ませんで地方自治体が民間団体との共同による女性支援事業を実施するために、補助,補助額も含めてですね予算の大幅な拡充が、私は追加的にも求められていると思います、いかがでしょう。武美厚生労働大臣 あのこの貧困や性暴力被害など、女性の抱える問題が多様化して、さらに複雑化しております、えー、こうした困難な問題を抱える女性への支援を強化していくためには、実際にはこの行政機関の手が届きにくい方々への支援を含めて、さまざまな支援に取り組む民間団体の密接に協力をして、個々の状況に応じた支援を早期から切れ目なく行っていくことが重要だと考えております。 したがって厚生労働省としても、これまでも官民共同による訪問支援や居場所の提供などの支援の推進、支援の担い手となる民間団体の育成支援などを実施必要な予算を確保したところでございます、えー。女性支援新法が本年4月に施行されたところであり、新法の基本理念にのっとり、官民の共同によるきめ細かな支援が行えられるよう、推進されるよう、努めてままいいりたいと考えます倉林晃子君。 あの安定的なね民間団体の運営が可能になるような、恒常的な補助っていうことをきちんと検討すべきだということを求めておきたいと思います。あの女性相談支援員、そしてケア労働者、いずれもね圧倒的に女性が多く働いているっていう職種になります。公的賃上げっていうのはです、ね、こういう男女の賃金格差を是正すると、そういう意味でも大きな意味があるんだと。 総理の賃上げの公約の実現と合わせて、こういう男女格差を是正するっていう上でも、公的責任をしっかり果たしていただきたい、終わります。